からね、ちょっと端をしてステーキ今食べたんだけど、おでんがって言ったんで、おでんちょっと気になったんで、ちょっとおでん行こうと思う。金太郎って言ったことね、はい、でおでんが沖縄の黒糖おでんか、あと沖縄料理が結構ありますんで、ちょっとこの辺りまずこれは行きますね。このテリチとかだしね、大根とかね、あとは豚とかで、ね、沖縄料理、海ぶどうとかなのかな、こんなのね。コロナにワクチンキャンペーン2、レモンサワー専門店なんだね。ビールとかじゃないんだ、沖縄レモンサワのおでんですね。あとオリオンビールとジーマミー豆腐、海ぶどう、沖縄らしいですね。いただきます。全部で3200円でしたね。はい、よかったっすね。ちょっと締めでね、まあ本当はステーキ最初食べたから、締めで結構ステーキ食べる習慣みたいな、締めで沖縄そばを食べようかな。今日は松山でね、那覇市の松山で飲んでるんだけど、まず1軒目にステーキ行きました。で2軒目がおでん屋さんがあって、おでんがね、夢とかっておでんとか行ったんですけど、今からちょっと橋の最後の締めということで沖縄そば食べようかな。これ音楽がいいね。こんな感じです。宮古そば、野菜そば、沖縄そば、本草地そばとあって、まあ、締めだからね、ちょっとあっさりいきたい。まあ野菜か沖縄かな、まあ、沖縄にしようかな。でも野菜そばもいいね。ステーキは最初に、ステーキで最初にまずはステーキを食べたので、3軒発祥しました。